そう、一松、別に何松でもいいけど、暇そうだって。まあやることなんて息するくらい。あー、ごめん、呼吸してた。止めようか。苦しい。こんなところに突っ立っててすいませんね。邪魔だったら踏んじゃって。今猫に餌やってたところ、俺に会うなんてどんな気分。運が悪いね、この道を通るなんて。おみくじで言うと大凶。まあ今が一番最悪と思えばいい。ご愁傷様。あ、そうだ、猫缶あげる。誰も誰でも同じなのよ。くれるって言うなら何でももらうわ。全部何でもかんでもあげちゃう。でもそうじゃないのよ、どうしようもないのよ。察して感じてどっか行けてんだ。ねえ、キャットフード食ってみる。ゴミでもいい。一松。夢だって。そうだ、夢でメッセージを送ったのは俺だ。この紋章に見覚えがあるだろう。そう、俺が一松だ。帝国の支配から逃れここまで落ち延びてきたんだ。心配するな、俺からは俺が守ってやる。なぜ待っていたんだ、先に行けと言ったはずだ。いや、言い過ぎた。すまない、お前が心配で。ついこんな俺にも守るべき人ができたんだ。俺の帰る場所はいつだってお前の笑顔だ。運命とは皮肉なメロディーを奏でるのだ。寄り添ってハーモニーに気づいたり、もう何も隠すことはない。本当のことを伝え、やはり出会ってしまったか。そうだ、二人の出会いは必然だ。誰が誰でも本当に好き。これなんて神のお導きですか。でもね、どうしてどうして。お前か、取り合わないでしょ、私なんて。お前も王家の血筋を引いている。俺がお前のナイトみたい、我が姫君よ。ミステリアスクール松の一松だ。猫を飼えばいい、ついでに俺も飼えばいい。みんな知ったよ、いつか私にもイケメンが顔叶えさせてよ。かわいいな。